ある時、生後5週ほどの子猫が母猫に捨てられてしまいました。その理由はおそらく、子猫の目が見えていなかったから、野生では生きられないと判断したのでしょう。目も見えず、まだ何もわからない子猫は、突然一人ぼっちになってしまい、どれだけ不安だったのでしょうか。しかし、そんな子猫に手を差し伸べたのが、今の飼い主さんでした。安全な家の中に迎えられた子猫は、ニムと名付けられ、優しい飼い主さんのもとで、無事に3歳の誕生日を迎えることができました。ニムは保護された直後のハグがとっても嬉しかったようで、大きくなった今でも飼い主さんのことをぎゅっと抱きしめるのが大好きなのです。ニムは全く目が見えませんが、他の感覚を使って見ることができます。ニムは嗅覚や聴覚や触覚などで身の回りのことを完全に把握して、一度歩いた場所は正確に覚えることができるそうです。飼い主さんはニムを保護した後、目の見えない猫をもう一匹家族に迎えました。二人はとても気が合ったようで、すぐに打ち解けて親友になりました。また、ニムは散歩に出かけるのも大好きで、散歩中に出会った動物たちともすぐに仲良くなります。もちろん、犬の前でも臆することはないそうです。それもそのはずです。自宅には先住犬がいますが、ニムは先住犬とも仲良しで、楽しそうに一緒に過ごしているのです。そんなニムの姿を見て飼い主さんは、もしかするとニムは本当は犬なのではないかと思う時があるそうです。こうして幼い時に保護されたニムは、優しい飼い主さんのおかげで幸せな暮らしを手に入れることができました。もし飼い主さんに出会えていなかったら、ニムは命を落としていたかもしれません。目が見えなくても元気いっぱいのニム。これからも大好きな飼い主さんにたくさんの愛情を注がれながら幸せな毎日を送ってほしいですね。また、同じく目が見えない猫を家族に迎えたある男性は、大切なことを猫に教えられたのです。猫のスティービーは、動物保護センターに保護されていましたが、なかなか引き取ってくれる人は見つかりませんでした。そこで運命の出会いを果たしたのが映像制作者のパトリック・コーさんです。スティービーは全く目が見えません。ところがそんな不便さを感じさせることもなく、どこでもスイスイと移動します。そんなスティービーに感じるものがあったパトリックさんは、スティービーを家族として迎え入れることにしました。パトリックさんはスティービーに出会うまで、どちらかといえば猫が好きではなかったといいます。ところがスティービーを家族として迎え入れてからは一転、今では大の猫好きとなってしまったそうです。パトリックさんは新しい家を買うための資金を作るため忙しくしていて、スティービーを大好きな散歩に連れて行くことができませんでした。それでこの日はパトリックさんはスティービーをハイキングに連れて行くことにしました。最近僕は人生初のマイホームの購入資金を貯めるため、家から離れて暮らしている。つまり、僕の猫は外に出る機会が減ってしまったということだ。今日、スティービーと山に登った。スティービーは盲目の猫である。いつものように歯を磨いて、コーヒーを飲んで一日が始まった。今日はあの山に行くよ。サンドイッチを用意、デジカメを持って車に乗り込み、さあ、出発だ。パトリックさん、住宅街を後にして目指すは大自然。スティービーもワクワクしているようです。人生前に進むのみ、落ち込むことがあっても困難が待ち受けていようとも前に進むんだ。打ちのめされても立ち上がり続けるんだ。新しい友達も待っている。周りを見てごらん、美しい世界があるよ。すべてスティービーが僕に教えてくれたこと、ありがとう、スティービー。スティービーは驚くべき猫だよ。彼女はいつも僕に、人生、壁があろうと障害があろうと、諦めないで前に進もうって教えてくれるんだ。そう覚えておいて、不可能はないってことを、とパトリックさんは話しています。スティービーの趣味は、パトリックさんが床に落としたものすべてを追っかけること。いつも構ってとお願いすること。
パトリックさんが忙しい時に邪魔すること。そんなスティービーはどこにでもいる普通の猫と変わりありません。ただ一つだけ異なる点は目が見えないことだけです。それでもスティービーはパトリックさんのもとで幸せな毎日を過ごしているのです。動物は今を懸命に生きます。病気になろうとも、怪我をしようとも、障害があったとしても、先のことを考えたり諦めたりはしない。そんな前向きな行動は希望と勇気を与えてくれます。たとえ障害を持っていても、尊い命には変わりありません。スティービーとパトリックさんとの深い絆に心温まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。